はい、それではですね、広い周波数帯域で発電が可能で、かつ、えー、と家電種類が一切不要なエレクトレット型振動発電装置ということで、群馬大学の田中から、えー、と紹介させていただきますでか。まず簡単に自己紹介させていただきたいんですけど、えー、と2013年に学位を取得しまして、3年間、えー、とメーカーで、えー、勤務した後ですね、2016年から えと千葉大学で上京を経まして、えー、と去年から群馬大学で、えーえー、勤務しております。えー、UK エクトロニクス環境発電分野の研究実績がありまして、現在です,ですね、まあ、自分の、えー、と研究グループと、まあ、学内の URLA 室の支援を受けながら、えー、研究開発を進めていくところです。 それでまず、えーと、研究の背景なんですけれども、えーとまあえー、と持続可能な社会の実現に,にはです、ね、データの取得とアップロードを担うワイヤレスセンサーは、えー、必須になってきますで。そのワイヤレスセンサーの数なんですけれども、2020年代後半には45兆個と、えー、膨大な数になると予想されています。これはですね、まあ、この図にもありますとおり、もうありとあらゆるところでセンサーが使われるようになるためです。 でえー、とそうなってくるとです、ね、どのように、えー、こういったワイヤレスセンサーに電力を供給するのかというのが課題になっていきます。で一つ、えー、ボタン電池は広報、えー、なんですけれども、定期的な交換が必須で、また使用後に有害な廃棄物となってしまいますので、えー、適した広報、えー、ではないと言えます。 でそこで、ですね、えーとまあ、その持続可能な社会を実現するために、私はですね、高性能な振動発電訴訟の実現、まあ、これを一つの目標としています。で方法は、ですね、えーとまあ、その直接関係するのは、まあ、繰り返しになりますけども、振動発電訴訟の開発によるボタン電池使用量の削減です。でえー、と適用範囲の拡大によって、ですね、業界全体での環境負荷を抑制するということも、えーまあ、方法として挙げられると。 いうことですで例えばですね、こういった、えー、技術は、まあ、アクティビティトラッカー、GPS トラッカー、緊急落下検知といったスマートヘルス分野、えー、スマートライトスイッチャー、侵入検知等の、えー、とスマートオフィス、スマートホーム、まあ、そういった、えー、と分野に加えてです、ねまあ、インフラ、アグリカルチャー、環境モニタリング、まあ、こういったところの、えー、と製品。 え使えるかなと思っておりますそれでえ私たちの強み、まあえー、とやってきたことなんですけれどもえ、自発的に廃坑する極性有機分子をエレクトレートとして使用することで、家電処理が一切不要な振動発電素子を実現したというところが私たちの、えー、と仕事になります。これは、えー、低コスト化、素子の製造プロセスを、えー、製造コストを安価なものに変えると。 ということにつながる技術です。その他にもですね、えっ、ー、と、柔軟で軽量と不正膜技術が確立できれば、大面積化も要因になるという特徴もありますし、まあ、候補となる、えっ、ー、と極、極性有機分子、まあ、これ以降、自己組織化エレクトルットと呼ばせていただくんですけれども、えー、それが多いという強みもございます。で、その他、 ですね、あこ,うこの電話は繰り返しになるんですけども、家電処理を必要としないので、製造プロセスを簡略化できコ、コストを削減できるという技術です。でその他です、ね、そのエレクトレットの膜圧を増やすだけで、えー、と表面電がこのように増加していきます。ですので、素子の出力を、えー、と増加させるためには単に膜圧を増やせばいいということで、極めてその設計が容いという特徴もあります。 さらにこの、この、えー、と若カサポの授業ではです、ねえーと、イオン液体の分極現象を利用して、まあ、発電可能な振動周波数を高体域化するということを目的に、えー、研究を進めています。で最後に、えーと、企業の皆様に,、えー、に向けたメッセージになるんですけれども、まず、えー、と電子業界、機器業界の皆様について、 に対してはですね、えー、とぜひ、えー、と振動発電素子そのものを一緒に開発していただきたいなと思っております、えーとまあ、専門家の皆様のですね量産を視野に入れたデバイス構造とかプラスエス開発に対する、まあ、ご意見をいただきながらですね、えー、応用展開先の検討や調査を、えー、ご一緒できたらいいなと思っております その他材料業界の皆様にもご協力していただきたいことがございます。えっと、我々、その極性有機分子がエレクトレットとして使えるということを、まあ、家電処理不要なエレクトレットとして使えるということを実証したわけではあるんですけれども、私たちは、あの、新規材料を の合成をするということがなかなかで、えー、そういった技術を持っていませんので現状ですね有機 EL 素子用の材料を転用しているというところがございますただまあ有機 EL 素子用の材料といいますのは、まあ、エレクトレットに特化した用エレクトレット用として開発されたものではないのでえー、っと、えー、ぜひ、えー、そういった新しい材料を、えー、っと開発して えー、できたらいいなと思っております。性能要求の性能としては、えー、とシンプルで高い表面電化密度を有し陶器、長期安定性を有する極性有機分子があると、自己組織化エレクトレット型の振動発電素子の実用化につながるかなと考えております。ぜひ、えー、ご検討いただければ幸いです。以上となります。